アレクサンドル・ブハロフは、ロシアナーーベレジヌイエチェルヌイ出身のサッカー選手。ポジションはフォワード。2005年下記、ユニバーシアードサッカー競技の得点王。2002年に FC クラスのダール -2000 でプロデビュー。2004年に FC ルビン火山に加入するが、最初の1年間は2軍チームで県産を積むこととなる。2005年にトップチームに昇格し、 一年目は出場機会に恵まれなかったが、二年目からレギュラーを確保し順調な滑り出しを見せたが、2006年7月上旬、トレーニング中に右膝前十字人体を負傷し、全治6ヶ月と診断された。2007年2月下旬に感知し懸命なリハビリに励んでいたが、5月上旬に同じ箇所を負傷して、長期離脱を余儀なくされ、 2007年シーズンは屈辱の公式戦出場はゼロに終わった。それでもクラブはブハロフのことは見捨てず、2008年1月に新たに3年契約を結んだ。復帰後は再びレギュラーを確保し、2008年シーズンにはクラブ史上初のリーグ制覇を果たした。2009年シーズンはリーグ戦23試合に出場して、うち2試合はハットトリックを挙げ、 チーム内得点ランキング2位の16得点を挙げた。2010年8月、ルビンでチームメイトであったセルゲーセマクと共に FC、ゼニト・サンクト・ペテルブルクへ移籍。2014年1月、FC ・アンジマ8からにレンタル移籍した。2013から14シーズン限りで、ゼニトとの契約を満了し、7月に FC ・ロストフに加入した。2009年10月14日の、 ワールドカップ予選アゼルバイジャン戦で代表デビュー。2017年3月28日のベルギーとの親善試合で代表初得点を挙げた。UEFA.com。アンジ・ブハロフを期限付きで獲得。2014年1月23日閲覧。ゼロストフ、FC ロストフ公式ウェブサイト2014年7月21日付。ありがとうございます。